ラルク・アンシエル・ディスコグラフィジョジョ・女上司女上司は、日本のロックバンド、ラルク・アンシエルの27作目のシングル。2005年5月18日発売。発売元は、キ・オーオン・レコーズ。ラルク・アンシエルの2005年代3弾シングルで、テンスアルバム、アウェイクの先行シングル。シングルの表題曲としては、瞳の住人以来となるバラード。また、 ネオユニバース以来5年ぶりに県が兄弟曲の作曲を担当している。ジャケットデザインは写真家、デザイナーであるモートシナベルによるもの。シナベルは本作以外に前述のアウェイクやレイ、エクトモーフトワークス、リアルなど多数のアートワークを手掛け、ラルクアンシエルの作品には欠かせない存在となっている。また、このジャケットイラストがペイントされた 県本人モデルのエレクトリックギターがフェルナンデスから l d カスタム KK として完全受注生産で発売2005年から2006年の間県のメインギターとして使用されたスピリットドリームスインサイドアナザードリームマイナスより7作連続通算16作目の首位獲得となった初回限定版はピクチャーディスク仕様嵐本作品のミュージックビデオは 平成17年度文化庁、メディア芸術祭のエンターテインメント、部門審査委員会推薦作品として上映された。ディレクターは、ハイドの、ハロー、カウントダウンを手掛けた、小島淳二。脚本、クリエイティブアートディレクションに、マイハートドローズ、エイドリーム、カウントダウンを手掛けた、松岡浩一。作品中の絵画コラージュは、すべて彼の手によるものである。 作品全体に多くのルネサンス期、ロココ期の絵画による空間的コラージュが施されている。大敗したローマ人以下は使用されている絵画作品。また作中に登場する洋館は東京都新宿区にある小笠原白爵邸で撮影されたものである。ちなみに、哲也はこのメガボルトの撮影でヘフナー社のバイオリンベース、フーフナー g ー500-1を使用している。 ジョジョ氏ラルクアンシエルヘブンズドライブ2005、ピーアンクアンシエルジョジョ氏ヘブンズドライブ2005、オリジナルアルバムベストアルバムセルフカバーアルバム、ゴールドディスク認定2005年5月、日本レコード協会、ワーズラルクアンシエル、P128、角川書店、2005年2007年6月27日に、行われた島根県民会館公演のみ、 瞳の住人がアンコールのラスト曲として披露された。ライブレポート、速報、バンプス主催、ハロウィンパーティー2013、幕張二日目に、みんな暑いほてってるのね。わかるわかるからバークス。ありがとうございます。